はい、株株パラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それでは、まず今日の日経。909円下げましたね。で、前日のダウはね、そんなに下げてはいないんですね。34ドル安だったんですけども、ナスダックの方がね、爆下げしていたんですよね。ということで、日経の方はハイテク株を中心に売られてということだったんですけども、でもね、ここまでね、909円安になるぐらいね、アメリカ下げたかっていうとね、そうでもないと思うんですよね。日経の方がね、ちょっと過敏になりすぎて売られすぎてる気はね、すごくするんですけどもね。で、この75日線のね、下をドンとこう突き抜けてしまったわけですけども、前回のね、安値のところの 28,500 円ぐらいではね、また止まってほしいと思うんですけどね、どうですかね。はい。でね、肝心のマザーズもですね、爆下げしてしまって、7日連続の陰線で、どんどん下げているということになってしまってですね、75日線からどんどん乖離しているわけですけども、さすがにね、そろそろね、ちょっと下げ止まってほしいんですけどね、どうですかね、今日ぐらいにね、買った人がね、勝者になるようなね、気がしなくもないですけどもね、このチャートでいくとね、そろそろじゃないかと思うんですが、どうでしょうかね。はい。以上、試合関連でした。続いて、テーマ別。はい、毎日見ているテーマ別でですね、まずね、グリーンエネルギー関連なんですけども、今日ね、G3 がですね、この地合いの悪い中ね、3% 上げたんですが、大引け後に新ネタが出ましたので、それは新ネタのコーナーでやります。はい、楽しみにしておいてください。それ以外のグリーンエネルギーですね、まあ全滅という形になってしまいました。はい。続いて NFT 関連なんですけども、NFT 関連ね、毎日見ているグミがですね、今日 6% 以上下げましたね。残念ながらね。まあね、もちろんここのとこずっと上げていたので、地合いに押されたんだとは思いますけども、ただね、このチャートを見ると、綺麗にね、こう N 字を描いているので、全然チャートはね、壊れている感じにはね、見えませんので、はい。またね、地合い次第でね、ドカンとね、上げていくところはね、あると思いますんでね、頑張ってほしいと思います。はい。そして、仮想通貨関連なんですけども、はい、仮想通貨関連もね、今日はちょっとね、やっぱりダメくんでしたね。というのはですね、仮想通貨のビットコインの方もですね、まあ、上がってはいなくてですね、ちょっと下げてるんですよね。ということでですね、まあ、仮想通貨関連の株もですね、地合いとこの相場、ビットコインの相場に押されてですね、まあ、マネックスは 7% 下げということになり、ギミックスポイント、は、まあ、1円下げですけどもね、まあ、下げたということになりましたけどもね。はい。明日もどうなるかね、見ていきたいと思います。続いて、新型コロナ関連なんですけども、新型コロナ関連ね、今気にしているですね、アンジェスなんですけども、アンジェスはね、2% 近くね、下げたんですが、で、アンジェスについてはですね、昨日も言いましたが、まずですね、大引け後にこの決算が出たんですよね。で、1月3月期は、経常赤字拡大で着地ということだったんですけども、まあでもね、アンジェスにね、そもそも、黒字とかね、決算で期待している人はね、いなかったと思うので、悪材料をね、出尽くしということで、まあ一旦ちょっと下げればね、リバってくるかなとも思っていたんですが、まあそんな感じにもね、ならなかったのは、ちょっとね、地合いが悪すぎたということもあるかなとも思うんですけども、まあちょいリバはね、あったんですけどもね。で、あとはですね、こういう記事もね、出たんですよね。日経がですね、これは10日の22時18分に、まあ、有料会員限定ということで出ていた記事ですけども、塩野義製薬がワクチン年内供給もと。で、治験など条件整えばということなんですよね。で、まあ、これがですね、果たしてアンジェスにとってね、ネガティブな材料なのか、ポジティブな材料なのかね、ちょっとわかりにくいんですね、っていうのは、アンジェスの方がね、フェーズ的にはね、先に進んでいるはずなんですよね。塩野義よりもね。で、まあ、塩野義はワクチン年内供給もということで、アンジェスよりも遅れているのになぜか年内供給もというような書き方がありですね。ということは、アンジェスはもっと早く行くのかなという考え方もあるでしょうし、逆にこれを見ると、塩野義の方が後から追い越すのかというふうにも取れるのかどうなのかってとこですけども、まあ、アンジェスもね、一応年内にという話にはね、前どっかで出てましたよね。ということでですね、まあ、これはまあ別にね、じゃあアンジェスに何も関係なくね、ポジもネガもなくてですね、という報道なのかもしれないしね、ちょっとそこはね、今分かりにくいことにはなっていますけども、まあ、いずれにしてもアンジェスは今日はね、ちょい下げだったということでしたね。はい、続いて EV 関連なんですけども、EV 関連ね、毎日見てるリーバンスは 3% 以上下げてしまったんですけども、まあ、このチャートでね、そんなに壊れている感じにはね、見えないので、うん、まあね、横ボックスの範囲内にはいると思いますんでね、うん、今週末に決算があるんですけども、そこがどうなるかですよね。まあ、さすがにね、ちょっと地合いが悪くてね、今日は少し下げたという形にはなっていますけども、そんなにね、大幅には下げていないということですね。そしてダイヤは、まあ3% 近くね、こちらも下げたんですけども、うん、まあ増資中でね、地合いが悪い中でもね、そんなにはね、下げなかったということでね、まあ今まだね、この横の中にいるので、ここで整えて、またね、ドカンと上に行ってほしいと思います。はい、以上 EV 関連でした。続いて、直近の IPO 関連なんですけども、はい、今日ね、一番この中でね、爆上げしたのがですね、ネオマーケティングでしたね。8% 以上上げましたね。この試合の中でね。はい、おめでとうございます。でね、ネオマーケティングはね、まあ、直近でね、上場した3社のうちの1つですけども、ここがね、底なのかどうかって話をしていましたが、これだけ見るとね、ここでうまい具合にね、こう、うん、リバって上げてきているという状況になっていますけどもね、これが果たしてね、続くのかどうかですね。はい、見ていきたいと思います。そして、ビジョナルですね。同じタイミングで上場したビジョナル、ビズリーチのビジョナルですが、昨日大きく下げたんですけども、今日はね、少しリバってね、1.5% 上げたんですよね。うん。で、昨日のここがね、そこなのかどうかっていうとこですけども、まだね、これだけだとわからないので、もちろんね、うん、もうちょっとね、ここで横していくかどうかですけどもね、まあ少なくともね、今日はね、昨日よりもね、こう下に今度、まあ突き刺さるようなね、ことはなかったので、はい。うん、まあまあ良かったと思います。はい。はい。それからですね、あとはね、ステラファーマですね。同じ日に上場したステラファーマは、こちらはですね、5% 近く下げたんですけども、まあ、それでもですね、前回のね、安値よりは下がらなかったということでね、まあ、この試合でもこのぐらいで、まあ、止まったということですので、まあ、ひょっとしてね、ここはね、そこっていうこともね、十分あるかなと思いますけども、見ていきたいと思います。はい。それからですね、連日上げていたブロードマインドなんですけども、今日はね、12% ね、下げてしまったんですよね。うん、まあね、この3日間ね、ずっとこう調子よく上げていったので、まあ今日下げるのはね、まあやむなしというところだとは思いますけどもね。あとこれがね、ちょっと下げた理由の一つとしてはですね、まあ5月10日の大引け後にですね、日々公表ということで、まあ指定されたということがあるんですよね。うん。でね、もうルールが変わって、前も言いましたけど、IPO 銘柄もね、もう簡単にね、信用規制がね、かかるような、もうルールに変わっちゃったんですよね。増し担保にね、なるルールにもう変わってしまったので、調子こいてですね、信用買いがどんどん増えていくと、あっという間に増し担保になってですね、下げられるというようなこともあってですね、なので、まあ今日地合いも悪かったし、こことか上げていたし、増し担保への警戒感ということもあってですね、今日はかなり下げたということになったと思うんですけどもね。はい、明日以降ね、どうなるか見ていきたいと思います。以上、IPO 関連でした。続いて、新ネタのコーナーに行く前に、株株パラダイスからのお知らせです。株株パラダイスは、早耳情報会員サービスというサービスを開始いたしました。詳しくは、こちらの動画、新情報サービスついにスタート、改訂版3という動画をご覧ください。会員登録していただいて、一緒に株の相場を楽しんでいきましょう。それでは、新ネタ。はい、新ネタですけども、まずはね、キャリアなんですけども、はい。キャリア、今日ね、この試合の中、寄らずのストップ高で引きました。おめでとうございます。はい。ですね、これはどういう話かというと、はい、アエラにですね、記事が出たんですよね。これが5月10日の17時49分ということだったんですけども、で、高齢者1万人の接種センターについて、日本旅行とか人材派遣会社に約37億円で自衛隊が丸投げというようなね、記事が出ていてですね、で、この人材派遣会社がですね、どうやらキャリアのことみたいだということで、この記事にね、落札したのはキャリアというふうにね、まあちゃんと明記されているんですよね。うん。ということでですね、で、このキャリアの金額はですね、だいたい、まあ、6億9000万ぐらいというような書き方もあってですね、まあ、とにかく、これについて落札したということでですね、まあ、枯れということになりましたね。はい。まあ、今後ね、こういうことがね、続くのかどうかっていうこともね、もちろん重要だと思うんですよね。なので、その辺のね、思惑もあってね、かなりね、こう、買いが集まったんじゃないかと思うんですけどもね。はい。それからですね、あとね、G3 なんですけども、さっきちょっと言った G3 ですが、今日 3% 上げただけなんですけども、大引け後にですね、IR が出まして、新たな事業の開始に関するお知らせというのがね、出ましたね。はい。で、これは何かというと、例のマグネシウム電池の件ということでね、やっと出ましたね。はい。おめでとうございます。で、ここにもね、明記していますけども、例のね、東工大のですね、教授、名誉教授の矢部さんと技術顧問契約を締結いたしましたと。で、矢部さんの技術指導のもと、マグネシウム電池の開発、販売を行いますというですね、ものが出たんですよね。まあまあ、でもね、この間のね、この記事ですね、このエコノミストオンラインの方で、まあそもそもね、これが記事になって、のが4月19日の話だったんですけども、で、ここでもちろんね、矢部さんとの話がまあ書いてあってですね、で、5月にね、納品したいというようなことがね、書いてあったんですよね。ということでですね、まあ5月ね、結構ね、まあそこを目指してまず買われていたということはね、もちろんあったんですけども、で、今回の IAR についてですね、そのね、まあ納品の時期とかね、特に何も書いてないんですよね。で、まあそこはちょっと何も書いてはいないんですけども、まあしかしですね、とにかく東工大名誉教授の矢部さんのですね、技術指導のもとというようなことでですね、あとね、開発っていうこともね、書いてあるんですよね。で、以前はね、このエコノミストオンラインに関しては、販売っていうことだけがね、書いてあったんですけども、ここにですね、開発っていうことも明記されたので、よりね、こう、関わりが深いということになった書きぶりなんですよね。なので、まあ、かなりね、明日買われるんじゃないかということはね、想像できるんですけどもね。はい。どうなりますかね。見ていきたいと思います。続いて、遠藤製作所なんですけども、今日はですね、1.3% 上げただけなんですけども、大引け後に上方修正が出まして、今期計上 3.1 倍上方修正というのが出ましたね。で、従来予想の 3.6 億円が11億円。となる見通しということでですね。まあ、なかなかのね、ものだと思うんですよね。うん、これいいかなと思います。はい。それからですね、あと、モブキャストなんですけども、モブキャストね、今日は2円下げただけだったんですけども、こちら、大引け後にですね、IR が出たんですが、連結子会社における新規プロジェクト開始に関するお知らせというのがね、出ましたね。はい。で、モブキャストといえばね、ゲームで有名なんですけども、そのモブキャストゲームスによる新規プロジェクト開始についてのお知らせということで、で、内容がですね、この光栄テクモゲームっていうね、まあ、有名な会社ですけども、そこからですね、信長の野望のね、新シリーズのね、アプリをね、出すということなんですよね。うん。で、信長の野望といえばなかなかのね、ビッグタイトルですよね。はい。うん。ということでね、結構これもね、面白い内容かとも思うんですが、しかし、ですね、日程をよく見るとですね、新規プロジェクトの開始日が2023年後半予定ということで、ちょっとね、先が長いんですよね。2023年の後半で予定ですからね。しかもそれがね、開始日なんですよね。ここがゴールならまだあれでしたけど、ここが開始ということで、ちょっとね、先が長すぎるので、ちょっとどうなるかっていうね、ことはね、あると思うんですよね。残念ながらね。うんで、あとですね、前にね、このモブキャストは実はですね、信長の野望のモバノブっていうやつをですね、実はリリースしていたんですよね。うん。で、それが、2019年9月30日にね、サービスの終了お知らせというものをね、出していたというような過去もあってですね、ということで、ちょっとね、まあ考えさせられるような内容にはなっちゃっているんですけどもね。はい。まあどうなりますかね、見ていきたいと思います。続いて、テセックなんですけども、はい、テセックね、今日はマイナス 2% だったんですが、大引け後にですね、いい決算が出まして、今期計上は黒字浮上50円増配へということになりましたね。はい。うん。でね、今期の年間配当は前期比50円増の60円に大幅増配する方針としたということが書いてあってですね、これもね、明日かなりね、買われるんじゃないかと思うんですけどもね、どうでしょうかね。はい。以上、新ネタのコーナーでした。続いて5月11日の注目株と言っていた中で、まずね、テクノホライズンなんですけども、高決算が出てね、なんと、ストップ高で引きました。はい、おめでとうございます。いやー、よかったですね。まあ、こちらはね、いきなり張り付くとかではなくてですね、割とね、よりはね、低いとこからね、始まってくれたので、でね、こっからね、こう、もりもりもりってね、こう、上がっていってですね、で、最後ね、ストップ高で終わったということで、はい、この間にね、買われた方はね、全員勝者だと思いますんでね、よかったと思います。はい。それから極東貿易はね、よらずのストップ高でしたね。こちらもね、いい決算が出てね、よらずのストップ高ということになりましたね。はい。おめでとうございます。それからあとですね、これでまだね、お話ししていないのが AI インサイドなんですけども、今日はね、7% 下げてしまいましたね。はい。で、まあ、このネタはね、もう何日も言っていますけども、NTT 西日本との、まあ、契約で更新されないようなね、ちょっと大きいね、契約があるというようなことがね、出たんですよね。うん。ということで、まあ、ここのところずっとね、下げていたわけですけども、昨日はね、10% ぐらい利張ったんですが、今日は地合いに押されたと思いますが、7.5% 下げたということになってですね。で、こちらはですね、なんと明日、5月12日にですね、決算があるということでですね、まあその警戒感もね、かなりあったかなと思うんですけどもね、はい、どういう決算をね、出してくるか、そしてその時にね、また何かね、IR 別のものとかね、出してくるかどうかというあたりがね、とても気になりますけどもね、はい。以上、5月11日の注目銘柄でした。続いて、5月12日の注目、はい。キャリア、極東貿易、G3、遠藤製作所、オキサイド、モブキャスト、テセック、グミ、スパイダー、AI インサイド、ブロードマインド、この辺を中心に見ていきたいなと思ってます。はい、それではここで株株パラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。はい。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。